カラシュセベリン県は、ルーマニアの県、バナト地方にあり、県とはレシサ。東は、フネドアラ県とゴルジュ県、北は、ティミシュ県、南は、メヘリンチ県、南西は、セルビアのボイボリナ自治州と接する。2002年の調査では、県人口は33万3219人である。人口密度は1平方キロメートルに約39人。 人口の多数を占めるのは、ルーマニア人である。少数民族は、ロマ人、クロアチア人、ドイツ人、セルビア人、ハンガリー人、ウクライナ人である。県の面積は8,514平方キロメートルであり、国内でティミシュ県、スチャバ県に次いで3番目に広い、ドナウ川がルーマニアに入る地点でもある。県の67%を、南カルパチア山系のバナト山脈、 ザルク語である山脈、チェルネー山脈など600メートルから2100メートルの山地が占める。県の西部には山地とバナト平原の変わり目の丘陵がある。セルビア国境のバジア州近辺でドナウ川がルーマニアへ入る。ティミシュ川、チェルナ川、ネラ川が県内を流れ、いくつかが広い谷と峡谷を通過する。1718年に県は ハプスブルク家支配下に入り、バナトという地方に組み込まれた。県と列車は1771年に建設され、オーストリア支配時代に近代産業都市に成長した。この地域は工業のために注目を集めてきた。1855年、交渉と材木資源の供給できるバナト地方全体がオーストリア帝国大倉省からオーストリアフランスの工業。 鉄道会社ステイグへ移管された。ステイグは、ルーマニア最初の鉄道線、オラヴィツァ・バジアシュ鉄道を建設した。第一次世界大戦後、ステイグ及びバナト地方、オーストリア帝国の資産の大半がユーアという会社へ継承された。第二次世界大戦後、共産主義体制がルーマニアで確立すると、工業の国有化が推進されて、一帯では、 すさまじい社会変動がもたらされた。考古学的発見から、この地域に、旧石器時代から人が住んでいたことが分かっている。レシサの県歴史博物館では、太古の加工品を展示し、オクナデフィエルのコンスタンティングルイエスク、鉱物学博物館でも展示が見られる。カラシュセベリン県は二つの都市、六つの町、六十九の、小自治体からなる。ありがとうございます。